こんにちは、まゆです。いつもありがとうございます。今日前髪ちょっとできてますけど、どうですかねちょっと今日は、ド天然にドハマりしてますっていう話と、天然っていう言葉の凄さと、この新しい上司はド天然っていうアニメと漫画のね、作品が、どうあなたの、まあ、私の心をほぐして、許すっていう表現が浮かんできたの許すとかほぐすっていう単語がすごく入ってくる作品なので、それをシェアできたらなと思います。何がどうっていうところと、まあネタバレは したいとこなんですがお好きな方はぜひコメント欄でですね、交流していただけたらと思いますし、はて何それみたいな感じで思われる方はぜひ興味がおありでした。ぜひぜひと思います。お仲間が増えると嬉しい。この土天然、天然っていう言葉、表現の凄さなんですけど、ちょっと前にですね、似たようなクールドジ男子っていう作品があったんですね。どっちがいい悪いとかではなくて、どっちもすごく素敵なんですよ。どっちもこの新しい上司は土天然もクールドジ男子もですね、 超超素敵な作品なんですけど「天然」っていう単語の凄さっていうのを改めてですね昨日からブワーって入ってきてしまってそれをシェアさせていただければと思うんですね。グーフィーっていう単語が英訳では使われていてでまあグーフィーっていう単語もですね、まあ、あのキャラクターのように例えばおっちょこちょいとかドジッコみたいなね、まあ、愛嬌があってでもちょっとクスってしちゃうみたいなね感じの性格というかあり方とか。 キャラみたいいなね感じだと思いますでも天然って、まあもともと語源とかを調べると、そういったお笑い用語だったりとか、ね、天然ボケみたいな。ただ、こう、意図的なボケではなくて、なんかもう普通にしてるのに面白いみたいなね。その人にとっては普通だと。その人にとっては自然な形なんだけれども、なんかボケになっちゃう。ボケちゃって人がなんか笑っちゃう、くすって笑っちゃうみたいなね。ちょっとほわっとしちゃうみたいな。いっぱいそれに対して、例えば、ドジとか、基本、ドジとかおちょこちょいっていうのは、 直した方がいいよとかね家族とか学校とか社会に言われやすかった性格というか特徴になったと思うんですよでもこういう作品が出てきてもう本当に豪活だなと思いましたそして天然っていう言葉がドジとかおちょこちょいとかボケみたいなボケてるとか本骨とかですねいろんな表現があるんですけど天然っていうその言葉の力というかそれ直訳したら英語にナチュラルなんですよすごくない ですかと思ってその自自然な自分でいられるそれをありとするっていうのはうーわーもう愛みたいなねもうあの臭いこと言っちゃうとそれって愛だなと思うぐらいでそれをですねそのこの作品の中ではもう本当に何やってんだよとかっていうツッコミじゃないんですよね。ああ そうですよねーとか、何々しちゃったーみたいな、もう丸ごとなんですよ。ボケとツッコミっていう本来のなんかセット、お笑いの世界だと、お笑いの世界であり、こう私たちの日常になったじゃないですか。あれだけね、この業界っていうのを作られた方々がいらっしゃって、ボケとツッコミっていうそのスタイルを築き上げたっていうね、のがあると思うんですけど、でもボケって、ボケたまま、あー ねえ <laughs> あの後、まあ、お笑いのお話させてもらうとペコパさんでしたけどボケたらそのそのままオッケーにしちゃうツッコミが出てきたっていう時に私も衝撃だったんですよなんかそれに近くてそういった例えばえ何やってんのみたいな風にツッコミっていうのをい入れたくなるところにあ 何々しちゃったって、転んじゃったとか、何々さんみたいな、なんかもうそれだけで、天然であることがよし。天然であるあなたが人を癒しているみたいなね。なんかそれを見せてもらっているっていう感じなんですよ。もうあの、この作品が、白崎主任っていう人が、まあ主人公、主人公もう一人ね、桃瀬くんっていう子がいるんですけど、闇を抱えていたり、トラウマがあったり、影があったり、そういうね、傷があったりっていう、そういった人たちがちょっとね、周りに集まってきちゃうんですよ白崎さんの周りに。 で、あの人が今を生きてるんでしょうね。今を生きてるから、いわゆるちゃんとしてない時があるんですよ。ちゃんとしてないっていうか、どっか抜けちゃうんですよ。ここに集中、今に集中してるから、あそこがポ,なんかポンってぶつかったりですとか、あれこれ違うなとか、普通に起こるわけですよ。これ普通にやりますよね、皆さん。私もそうですし、皆さんもやっちゃうと思うんですよ。でもそれをダメだって思ってた、ダメだって言われてきた環境があったのかもしれないです。でも、そこを丸、それがいいって思わ 思わせてくれれるような、それでいいんだ、天然ってナチュラル本来の自分でいいんだっていうね何かキャラを作るとかこういうふうに思われるためにこういうふうにしなきゃとかこういうふうに演じなきゃとかっていうものを取っ払ってる状態を見せてもらってるなって思うんですねでその癒されてきたじゃあ傷がある闇があったトラウマがあったトラウマがあるっていう人たちがやっぱり引き寄せ合うわけですよね光を与えられる側と与えたい受け取りたい側とですね相互作用でどちらも与えられる 与え合うううっっっててていい関係のもももすごく見せてもらえるしどっちもなんですよねじゃあボケてるだけでみんなが癒されて自分は何も得られてないのかっていうと全くそうではなくて本当にどちらもそういう自分を受け取ってもらうそういう自分に出会ってくれるそういう自分を丸ごと。 オッケーにしてくれるそういう自分に癒されてくれるそういう存在に支えられるっていうねなんかその本当に支え合う学び合う成長し合うみたいな関係がですね人間として描かれてるんんですねなんか BL っていうくくりでくくってもいいですし別に LGBTQ はどうとかっていう話も別にできると思うんですよ。だけどなんか すごく素直に人間みたいなキャラクターがねたまたま性別は男子え男性がね4人出てくるっていう感じなんですけどなんかくくる必要もないし人間っていうそのそれぞれのキャラを見れるみたいなねところがすごくいいなと思っています。なのでその天然っていう単語がいかにほぐしてくれるかそのあっ そっか、自分もやっちゃうよね。それってナチュラルな状態。自分が自然な状態なんだな。すごいじゃん。最高じゃんって思えるようなですね。なんかめちゃくちゃ毎回ですよ。それ単品でも楽しめるんですけど、ストーリーとしてもですね、深い。本当に。この人とこの人がどういう出会いをして、どういう理由で出会って、その成長し合うのかみたいな部分も、本当に素敵でですね。よくできてるな。すごいな。と思ってですね。勝手にな、何、何の何様も 目線みたいなね言いな言方ですけどすごいと思って、こう、わははって笑って、なんかこの辺でこう散って終わりではなくて、なんか中から本当にあったかくなってくるエピソードばっかりなんですよ。もう本当キャラクターもそれぞれですね、主要の4人のキャラクターっていうのが、まあ、ポジティブな発言しかないんですよ。ポジティブ、ネガティブのいい悪いではなくて、毎回言いますけど、包括なんですよね。全部。突っ込みっていう感じでなんかスパンって切るとか、バチコンってですね、そんなわけないだろうとかですね、こう否定したりとか、分離させる。 それ,まあそれがネガティブなんですけどいい悪いではなくてですねそれをしないんですよ誰も。でまあキャラとしてねなん,かボケなんかボケとしてですねもう自分をこう分離させていってなんか自分なんて「うん」とか言ってでも他のキャラクターが「それ,それいいですね」とか「それ是非」って言うと「はあ」ってなって「はあ」ってなっちゃうまあそれ青山さんっていうキャラクターなんですけどそんなのとか全部がですね包括っていう感じがくるっとひっくるめてですね そんなあなたがいいってそんなあなたが最高ってそれをお互いがし合うみたいな関係を築いているそういうストーリーになってるんですねでしかも分かりやすくですね過去とかもう一個の本当に二極化した世界みたいなのがコントラストとして描かれていてストーリー上ではパワハラを受けていた過去の職場っていうのがあるんですよねでそこから今現在のストーリーの舞台である広告会社の仕事場なんですけど仕事って楽しいみたいなセリフが も,ものすすごい出てくるんですよでその仕事場でいかに自分が丸ごと OK をされているかそういった環境で、まあ、家族とか友人環境ももちろんそうですけど仕事場でもそういった丸ごとの自分を OK するっていうのが自分ができる自分がそうしたいという意図があるからそういう人たちに出会えるみたいな部分がですねすごく面白くてあ本当にこうなっていくみたいな。でこういうこっちのパワハラを受けていた会社も自分で選んだわけですよ。自分の選択なんですよね辞めるるもも続けるも選択 どういった選択をするかっていうのは全部意味があって全部ベストなタイミングが起きているとそういうに取れるんですけどその自分が本当に心から望む好ましい環境っていうのを選んでいくプロセスとかですねそこから移行期間も移行した後のこっちに振り切るこっちの世界でいっぱいにする自分が好ましいと思っている世界で自分の世界を満たすっていうそのプロセスがですねすっごく楽しく素敵に書かれているなんかそんな感じなんですよ。その 過去をもちろん否定する気持ちも自然な気持ちも描写されていてそれをどうほぐしていくかっていうのが、まあ、その天土天然の上司っていうねその白崎主任っていうのが、まあ、キーパーソンになってくるんですけどそういったそういうものも含めて過去の傷とかトラウマっていうもののまあ対処じゃないですけどじゃあどうそれをほぐして癒していくのかっていうのが一例のように見えてすごく普遍的なみんなに言えるつまりこういった傷を持っている自分も 丸それでそのアクションを起こしてくれてありがとうっていう感謝とかもう本当に包んであなたがいてくれて嬉しいとかですね来てくれて嬉しいその選択してくれしてくれて嬉しいとかですねそのままうわって許されていく中で向き合う勇気が出てきて向き合ったからこそどういう感情がそこにあって何に蓋をしてきてっていうのが見えてくるとでそれをその過去があって今があるんだそういう風に前に進める糧にする光にしていくっていうですねまあちょっと ちょっとそれも細かくガチャガチャグチャグチャ言い出すとですね止まらなくなるのであれですがそういう天然であることを「えとか言って「えあ,あ,あ,あとか言ってる方が楽しいじゃないですかそれになんだよそれとんかちゃんとやれよって言って怒るっていう環境もありますよねそれも選べるんですけどそうじゃない環境もあるんだなっていうのが見えるし、まあ、深いこと話し始めちゃうとやっぱり怒るっていうことは許せない相手がいるってことは自分自身を許せてない人 の、ま、反動っていうことはま、往々にしてあるわけです。もちろん、ここに、それぞれ事情はあると思うんですけど、天然な人を見て、とか、ドジな人を見て、とか、自分の後輩とか、自分の子供とかですね、とにかく、何か自分より、ちょっと、能力的にですね、経験的にですとか、そういったもので、ちょっと、劣るって思えるような、劣るっていうのは自分の主観ですよ。その人が、受ける主観ですよ。その人が、ああ、まだまだだな、とか、自分の方ができる、とかですね、思ってると、そういうふうに感じる部分だと思うんですけど、その、 パワハラをしてていいいた上司っうううのがねそういうパワハラとか何かを押し付けてしまう何かに当たってしまうっていうことっていうのはパワハラに至らずとも日常的にあるわけじゃないですかそれが弱い立場と言われる人たちに強い言葉をかけてしまうとか何でそんなこともできないのとかですね思ったりもしちゃうわけですよ普通にあると思います私も過去すごくありましたけどでもそれって完璧じゃなきゃいけない環境を選んできてしまったとかそうではない完璧ではない自分を許せてもらえない環境許していない環境っていうの そのを選んで、通りにししててきてしまった。じゃあ完璧じゃなきゃいけないちゃんとできない人間は駄目だとかですねまともな人間じゃなきゃダメだとかですねなんかそういったものをいっぱい取り入れてきた人生であればあるほどやっぱりこうおぼつかない人とかですねド天然な人とかですね見てるとですねイラですね イラッとしちゃうわけですよ。なぜかというと、自分がそういうふうにあったらいけないってい、多分ご自身をですね、すごく痛めつけてきたり、否定してきたりしてきた人、認められなかった人、愛を自分で受け取れなかった。受け取らなかった。受け拒否してしまう。怖くてですね。なんかそういう、まあいろいろ、まあ細かいことはいろいろあると思うんですが、私の場合はあれでした。こう、一回傷ついちゃったから、深く傷ついちゃったから、傷、言えてない。傷ついちゃったから、受け取らないようにしよう、みたいなね。そう、ダメそういうの、あの、愛をくれないように、みたいなね。 ふうにした過去が、えー、ありましたけど、そういった人たちのパワハラをしてしまった人のしてしまう人。 ののケケアアっていいうのはケアとか、まあ、包んでいく感じその人たちを救うという意味ではこの作品もですねそういった選択肢があるよということを思い出すっていうことでできるんじゃないかなっていうふうに思いましたあ自分これやっちゃってるなって思う、まあ、こうそういう人は見ないかもしれないですけど思う人に変わりたいと思う人そうじゃないって思って気づいてる人思い出した人にとってはきっと届く作品じゃないかなと思いました自自分自身もそういうい気持ちす。ごくかかるど,どっち側も、ね、おかげさまで見てきたというか そのいろんな経験の中でですねいろんな人との関わりの中で見てきた分、まあ、セッションもそうだし自分自身の自己成長自己解放もそうですねなんかそういった部分で学んだ部分が一番たくさんあってそこの部分がすごいなと思っていますこの作品が本当にですねただのなんかは癒やしいアニメとか漫画っていうより本当に中からこう人の心をですねギュッてこうギュッてなってたなんかこう頑張らなきゃいけないとかちゃんとしなきゃいけないって思ってた人たちが何かふわん 天然っていう言葉の凄さとか天然でいいんだって自分がナチュラルでいいんだ自然な感じでいいんだっていう風に思えるような作品だなと思ってぜひシェアさせていただければということでお話しさせていただきました熱くですねベラ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 喋ってしまったのであんまりまとまってなかったかもしれませんがなんかちょっとでもですねあ確かにそうだなとかまあそれを自分はこういう風に感じ だけどとかもしよかったらあ自分は私はこのキャラが惜しいとかですねいろんなこうご意見とかですねコメント欄で交流してくださるとめちゃくちゃ嬉しいですド天然ドハマり仲間もできたら嬉しいなと思いますしグッドボタンチャンネル登録で応援してくださるとめちゃくちゃ励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いしますお付き合いいただいてありがとうございましたではまたお話ししましょうではでは